木朗希、MLB 挑戦前に完成する。佐々木朗希、7勝2敗、防御率 1.48、投球回79、奪三振率 13.78、ウィップ0.70。こいつに対する率直な感想。化け物。奪三振率とウィップバグっとるな。早メジャー行けよ。やっぱメジャーに行くんかな。けどまあ、メジャーに行くならメンタルが強くないとな。ウィップいいのに点取られすぎやろ。スライダーが結構良くなってきた。マリンでは魔球フォークで、他では高速のスライダーとフォークって感じの投手になってるな。大谷のような体格になることはできんのやろか。体はちょっとずつだけど大きくなってるように見えるな。肩とか首周りの僧帽筋とか少し厚くなったように感じる。これで2敗とかかわいそうすぎる。平均球速が速いの化け物感ある。メジャーで活躍してきたレジェンドたちと比べたら、球速ほどのスピードは感じない。7回で降りるから無双してる感は全くない。でもなんかプレッシャーがない気がする。7勝しかしてないんか。メジャーはまだ無理やな。佐々木の介護官の千賀が無双しだしたからな。6、7回を1失点でまとめて降りる印象。チェンジアップカーブもっと磨けばいいのに、緩急ないからフォーク決まらんと終わるし、まっすぐだけ待ってれば意外と当たるし。後半もこの調子続けて初めて吉野部と比較される立場やろ。こいつがいるうちに優勝戦と一生無理だろ。まだメジャーで通用しないやろな。せめてロッテを優勝させなきゃ。今のままじゃ無双ってほどではないだろ。山本よりメジャーで通用しそうな感はある。でもセリーグには通用してなかったじゃん。パリーグの打者のレベルの問題もありそう。でも今すぐメジャー行っても多分シクロック合わんよな。スタミナも足らんやろし、もうちょい日本にいてもいいやろ。とりあえず怪我に泣かないように、1年離脱なしでしっかりローテ守れる体作って、メジャーに乗り込んでくれ。